皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答解説に参ります。はい、前回から比較のお勉強に入りました。はい、で第1回目は導入のお話ですよということで、導入の、お勉強の、続きですね。はい、問題はこの熟語ですね、これら、の意味を答えてくださいという問題でした。はい、答えも書いてありましたが、ノーモアザンニョルニョルだとニョルニョルしかないという意味です。ナットモアザンニョルニョルだと多くても、まあ、せいぜいニョルニョルしかないと、そんな意味ですね。いいでしょうか。はい、でノーレスザンだとニョルニョルもある、ナットレスザンニョロニョロだと少なくともニョロニョロはあると、こういう意味になります。はい、どうですか。これが文法の授業に見えますかね。もう熟語段にしか見えないです。しかも紛らわしい、 T がある T がある、ノアとレスしか違わないでしょ。もう 今ね、パッと隠されて意味わかりますか。しかないって言ったらノーモアザンになるんですよ。そんな風にですね、意味がパッと浮かぶかどうか、すごい俺は嫌でしたね。もうすごい分かりにくいんですよ。分かりにくいというか、ほがらがあるんですよ。でもこれを覚えると、これが比較の勉強です。こんなもんじゃないんですよ。もう比較のね、熟語は山ほどあって、それでお勉強ばっかりやるんですね。そういうイメージを持ってもらいたいんですね。はい、よろしいでしょうか。とはいえ、最初の数回、何回になるか分かりませんが、4回か5回か、まあ、10回くらいか分かりませんが、最初のうちはあまり熟語とは関係ない、まあ、中学の、中学であった比較のね、それの復習が続きます。ですが、それが終わったら熟語の連打ですよ。もう本当大変です。覚えることたくさんありますんで、もう本当にね、もう比較嫌なんです。もう大嫌いなんですけど、皆さん、もうめげずにそのパワーを持って、なんとかパワーをこう、保ちながら、苦手な人は、パワーを保ちながら頑張って、比較に取り組んでいただければというふうに思います。以上です。以上が導入の話でした。はい、それでは本日の講義に入りましょう。はい、今から、しばらくは、基本です。基本ね、比較の勉強の、基本をやります。中学の復習と考えていただいても結構です。はい、まずは原級のお話ですね。原級というのは、ですね、同じくらいという意味を作りたい、そういう英文を作るにはどうしたらよいかというお話なんですね。はい、ちょっと見てみましょう。加藤 is strong と書いてますね。加藤は強い。志村 is strong。 志村は強い。2つは英文で書いてみましたか。まあ、これを元にしてですね、加藤は志村と同じぐらい強いという英文を作ってほしい。これだけです。はい、簡単だと思える人には簡単だと思います。まあ、まずは最初ジャブで、はい、ある程度までは優しいです。はい、突然難しくなると思いますが、まずは簡単な方に行きましょう。はい、これをね、作って、加藤は志村と同じぐらい強い。この英文を、応用して作ってもらえればと思います。はい、今からメッセンジャーをやっている方は、これを踏まえて、はい、加藤は志村と同じぐらい強いという、このね、英作文を作ってください。はい、それ以外の方もちゃんとね、自分で、答えを作って、それから、続きのビデオを見てください。